はい、どうも。どうも。はい、どうも。じゃあ、じゃあ、記念すべき、これが猫ハッカーの YouTube1 回目ですかね。い1や、回目の動画？撮影は1回目なんで、これ何回目に出るかわかんないですけどね。おお、なるほどね。はい。今日何について話そうかなみたいなのね。はい。さっき話してる中で、ちょっと1個出たんがね、はい。急に昔の曲ちょっと聴いてみたいなと。なんか急いうにのそういうね、時ありますよそうね。いう時なん か、急にそういう時あるんですけど。昔こんな曲聴いてたよなって思ってたら時間経つみたいな。一番最初にできたのが From Zero というね、はい、曲なんですよね。世に出るまでにデモがね、ちょくちょくあったりして、世の中に出回ることはないものなんですけど。ですね。なかなかにやばかったという記憶しかなくて今考えたら、まあ、ようね、バンド時代から急に音楽性変えて、確かに。やれたなって今思うけど、多分今聞いたら結構やばそうですね。ねえ。なんかその、もう元々がね、その、一発目にこういう感じの曲作ろうみたいな、はい、まあ、猫ハッカーのきっかけになった1曲目なんで、はい、まあ、もう本当にデモの段階やばいと思うんですけど、ちょっと聞いてみません？聞きますか？ちょっと緊張するんですけど、ちょっと怖い、ちょっと怖いですけどね、はい、一回聞いてみましょうか。あの動画再生しようと思ったんですけど、動画があったんでね、昔ツイッターに投稿してた。やばないですかこれ。あまりにも実家ここから可愛いフューチャーベース生まれたとは思えないです。やばいですね。ちょっとほんならちょっと見ていきましょうか、はい、あ、でもここまで普通、あんま今と変わらない。いい声夢見ねむさんの声です。あ、あのボカロの、そうです、ボカロの電波グリーンズの夢見ねむさんのボカロ、はいはいはい。あ、でも意外と完成してるんか。なんか女の吐息が聞こえてきたなるほどね。ちょっとでも違う、さすがに。まあ確かにね、なんか音のやっぱクオリティは結構違う感じは、まあまあ、そう、ね、ミックスとかする前やから、まだデモ段階なんであれですけど、まあでもこの頃結構その可愛いフューチャーベースみたいなのを作ろうとした時に、声ネタが結構大事と思い込んで、めっちゃ声ネタ入れて、カッサにそんないらんって怒られたみたいな記憶があるんですけど確かにね、はい、まあでもほんまに最初の頃に結構参考にして作った曲がね、その1個あって、あの孤独死っていう孤独死っす、ね、曲があるんですけど、なんかそれが結構ね、声ネタじゃないけど割とちゃんと歌っていうよりボイスが結構入ってるというかね、でも僕は電波組当時大好きやったんで夢見ねむさん推しやったんで、その声ネタをもうこれ見よがしにぶち込んで怒られて、キレてキレてましたね、そういえば、はい、キレるんで人は いるでしょうっつってあ、でも実際ね、完成した時の曲はリカちゃん本人に、そうですね、入れてもらってとかね。なんかちょっともうなんかよくわからない犬のサムネみたいなやつもあるんですけど、はい、それはちょっと聞いてみます。聞いてみましょう、はい、何の音っすか。おはよう、これ多分ギター入ってないんで、さっきのやつよりももっと前のバージョン多分、結構なんか音自体も違う気はするちゃうっすね。だいぶリリースまでに洗練されたんやなという感じが、いや結構ね、時間かけてねやりましたからね、これは。確かに、なんかもうそもそもね、構想からこれがリリースされるまでって結構もう半年以上ぐらいかな、いやほんま半年以上っすね。ね、結構この曲展開ごとに音楽のジャンルが違うみたいなの僕結構入れたかったと、なんかトラップっぽいとか、フューチャーベースっぽいのとか、ハードコアっぽいのとか、そのつながりとか、そのジャンルの中の音とかは多分だいぶ泣きながらやってたっすね、泣いてたっすもんね、マジで泣いてたっすまあこんな感じで結構トラックを最初に作って、で多分途中からギター入れ出して、なんかいろんなメロディーがすでにある状態でカッサーに、まあ、投げたわけじゃないですか、トラックをね。そうですね、結構ここまでなんかトラック作り込んでからメロディー作るんです、珍しいというか、
海外とかだと結構最近主流になってきてる感はあるんですけど、日本やとまだやってる人たちほぼいないイメージはあるんですよね。まあやっぱセオリーはメロディー、歌のメロディーがあって、うん、そこに伴奏でギターどう弾くかとかね、うん、そういうアプローチだと思うんですけど、逆にねギター入れてからメロディーをまあちょっとだけ添えてくださいみたいなアプローチを。そうっすよね、はい、だからもうさっきの音源聞いてもらったら分かるんですけど、もうデモの段階であんだけ音入ってるんですよね、うん、あんだけ音入ってるんで、もう正直何しようみたいなのがまあ歌としてはあるんですけど、うん、そのバンド時代からねずっと同じような苦行を強いられてきたんで、でもあの音たちを一応僕が作る時っていうのは尊重して避けたりしてるんですよね、メロディーを作るのに、うん、まあ一番でかいところはああいう音楽でその日本的なメロディーというか、うん、ポップスがついてる音楽ってなかったと思うんですよ、僕らが作った時一番最初に、うん、もうちょっと海外っぽい寄せ方とか全然できたと思うんですけど、うん、まあなんかそれをやりだすと海外のそのフューチャーベースみたいな流れの中にいちゃうかなと思ったんで、うん、こう日本的なメロディーをつけようみたいなのはかなり意識した部分です。なるほどね。まあでも当時ね、可愛いフューチャーベースがこういうジャンルのリスナー結構外国の人多かったりとか、そうですね、トラックメーカーもそういう人多かったんで、うんうん、まあ、そこに日本っぽいメロディーっていうのがまあいい感じに、そうですね、刺さったと思いますか。刺さったと思うんじゃないですかね。どうですかね皆さん、どうですかね。であと一個だけ言っとくと、うんうん、僕らが最初に作った曲は、うん、フロムゼロじゃなくて、うん、キングロードス。それはほんまにバンド時代のやつやから。バンド時代のほんまに一番最初に作ったやばい曲な。リリースもしてない、うん、デモタイトルしかない。デモタイトルがね、あの王道な曲作ろうって言ってキングロードってつけたタイトルなんですね。あれもうほんまにいつ2012年、うん、だから今度はあれ聞いてコメントしたいです。あれ聞きたくない聞きたくない。いや絶対聞きたくない。それはダメですか。いや皆さん聞きたいですか。それはよかったらコメントどうぞ。じゃあこんな感じで終わらせていただきましょうかね、はい、ありがとうございました。猫アッカーでした。